今日は大和郡山市で行われる金魚すくい大会の見学会に参加しました。最初に八田のコミュニティ会館で大和郡山の歴史と金魚の講演を聞きます。ロブページですね、ホッチキスで留めてあるものがあります。両面刷りになってます。ページ番号はそれぞれ下の方に打ってあります。大和郡山は豊臣秀吉の弟秀長が100万石の城下町を築き、その後柳沢の治世が150年も続きました。金魚は室町時代の中頃中国から渡来したと言われ、当時は貴族や富豪の人たちの愛玩として買われ、庶民の間に流行したのは明治年間と言われています。大和郡山市における金魚養殖の由来は、享保9年1724年に柳沢義里が甲斐の国から郡山へ入部の際、家臣の横田又兵衛が甲府から持参したとされ、三代藩主柳沢安光は金魚の飼育を奨励しました。幕末の頃になると藩士の副業として、また明治維新後は食禄を失った藩士や農家の副業として金魚の養殖が盛んに行われるようになったのです。大和郡山市には金魚の養殖池があり、年間7000万匹が生産され、全国シェアは 40% に上り、輸出もされています。ほぼ八田コミュニティ会館の向かいにある金魚スクエアで行われている金魚すくい選手権大会奈良予選の観戦に向かいました。会場入り口には金魚すくいの練習会場が設置されていて、ポイを買って選手権の本番を前に熱心に練習しています。会場へは続々とゼッケン番号をつけた選手たちが入場していきます。奈良県予選大会の出場者は、個人戦では小中学生が500人、一般の人が800人の1300人です。予選で小中学生上位60人、一般上位80人、団体40チームが翌日の全国大会に出場できます。場内には大勢の金魚すくいの競技者と観戦の人たちの熱気があふれます。Thank you.
かって熱戦が繰り広げられます。表彰は個人戦は10位まで、団体は5位までで、個人団体戦の優勝者にはハワイ旅行がプレゼントされます。競技は1枚のポイで3分間で何匹すくえるかで競います。片手で競技を行い、もう一方の手でボールを触れないなどのルールが決められています。身体障害者の方も介護を受けながら参加されます。集中心が出てリハビリ効果があるそうです。金魚すくいの熱戦の会場を後に金魚すくい体験コーナーに来ました。3分間で1枚のポイで何匹すくいますかという競技をやりますので、とりあえず3枚目今練習してもらって結構ですよ。はい、ありがとうございます。よいしょ、10匹以上やば。10何匹おります。ちょっと数えてくれますか。この方はね、広島から来てます。広島から前回の優勝者。あ、そうね、やっぱりな。金魚すくいのコツはポイを斜めに入れ、すくった金魚は斜めにゆっくり上げる。金魚を追いかけない。水槽の壁際の水面近くにいる金魚を狙うなどです。その方からプレゼントということでさせていただきます。3位23匹すくわりました。1番、はい、拍手ありがとうございます。はい、第2位32番24匹すくわりました。はい、おめでとうございます。はい、それでは海外で優勝29匹をすくわりました22番。出場された方はぜひとも来年この全国の金魚すくい選手権大会に申し込んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。金魚すくいの体験ではポイがすぐに破れ、残念ながら入賞はできませんでした。翌日行われた第17回全国金魚すくい選手権大会には全国から約1200人が参加。優勝したのは柏原市の少年で、なんと3分間で87匹の大会新記録だったそうです。初めての金魚すくいの観戦と体験は夏の風物詩として思い出となる楽しい一日でした。